はい、皆さんこんにちは。村長ミュージックスタジオの村長です。ですね、今日は最近購入しましたベロ2というリミッター、もしくはコンプレッサーと言ってもいいんでしょうか。そういうようなソフトウェアを紹介したいと思います。見た目はこんな感じのソフトウェアですけれども、これを使ってちょっと実験をしてみたいと思います。この上に今日も音があります。いつも応援しているキスミ君の音源を使ってちょっとやってみますが、今抑揚表現をとっても勉強していますから、ここでウィスパーで小さくボーカル歌ってるんですね。そしてサビになって、張ってくるとここまでこうボリューム差がある、このボリューム差っていうのはこのぐらいできてきていいようにアドバイスをしているわけですけれども、レコーディングの場合はですね、ちょっと寂しいなとかいうようなことが出てきます。ちょっと聞いてもらいます。はい、じゃあ張ってるところはどうでしょうか。はい、いわゆる張ってるところではいわゆるちょうどバランスがいいかなと思うんですが、ここにですね、先ほど紹介しましたベロ2をするとどんな風になるか、今スイッチを入れまして、徐々に上げていきますね。はい、ここからですね、中間的なサビ始まりでしたので、中間的な A メロが始まります。空は晴れて、はい、今見てくれたように画面にですね、赤いラインが出てきました。これはこれだけ圧縮をしてますよ、上から押さえてますよということです。雨が降り怯えて過ごすくらい夜。じゃあ張るところを見てみましょう。あなたなるきっといつかこの悲しみが消えてなくなると信じている。あなたを信じていたい。ここで先ほどRMS が10ぐらいを示してたと思いますが、音圧がしっかり上がってるという状況で言えば、10ぐらいにするととっても迫力のある音楽になるはずです。これを先ほどとバイパスというか切ったり入れたりしながらちょっと聞いてみましょう。今から切ります。あなたへの気持ちを入れます。歌で伝えます。真剣に聞いてください。貼るところも切ったり入れたりしてみます。苦しくでなくなると信じている。あなたを信じていたいから、この想いを。はい、このようにですね、貼るところにもさらに
こう迫力が出て、そして音質自身が、あまり、劣化しないと、極度な圧縮をかけるとですね、音にも影響が出てきますけれども、このベロ2はとっても優秀に、できています、こういうツールを一つ持っておればですね、声が小さい大きいが、もっと便利に、一発でですね、調整ができるというこういうリミッターを今日は紹介しました。もう一個ですね、最近買った中に、あるんです。よく似たものが。今度はレベラーと言えるようなものなんですけれども、画面的にはこういうものなんですが、また次の機会で、このアウトローというね、レベラーを紹介します。こちらはですね、音質は完全に劣化しないタイプです。またその辺のところを説明したいと思いますので、ご期待ください。それでは村長でした。